自分まだ完成してない。そうなんだ。お、音楽劇やだとよかった、ありがとう。もう一回応募してくれて。こんばんは。なんかさっきちょっと TikTok 見てたんですよね。私 TikTok よく見るんですけど、おすすめ欄を見るんですけど、そうで開いて一発目に出てきた動画がなんか人見知りの人の特徴みたいな書いてあって、で気になるじゃん、気になったから見てたのよ。したら全部当てはまってて怖かった。全部当てはまってて、こんな当てはまるんだと。なんかさ、あ、当てはまる数多いなとかならわかるけど、本当に全部当てはまってて、いや、やばって思いましたね。本当にやばい。そう、わざわざ調べてまでそういう人見知りの特徴とかはさ、気にならないけど、でも TikTok ってそういろんなのが出てくるから、そうそう。だからね、YouTube とかでは調べてないですね、わざわざ。びっくりした。そうなのよ。売りにするしかだって。でもみんな、同じの見たらなんかね、すごかった。いいね数がすごかったよ。コメント数も。でみたいな感じの音楽流れてた。全部当てはまると思って、こりゃもう誰がどう言おうって人見知りだわと思って。まあもう自分から言うことはやめたんですけど。明日からショールームで AKB グループスペシャルウィークだって。何それ、初対面の人はめっちゃ話せないのに、ちょっと知ってる人は全然話せないの。え、待って、それは、いや、わかん、いや、私のとは違うかもだけど、私は初対面の人っていうか店員さんとか、そのお店の人とかは全然人見知りしないし普通にお話できるんですけど、お話できるとはいえコミュ障はコミュ障なので、そのまあ話題振ってきたものに返してとかしかできないけど、なんていうの、まあ普通になんかあとはならないんですね。ちゃんと受け答えするんですけど、そのぐらいだったらできるのね。そう、でもなんかちょっとなんていうの、面識なんていうの、ちょっと知ってる人とかだと無理。そう、もう会わないって思う人とは話せる。そうなんだよね。まあそうなのよ、私の人見知りのその人見知りはそのもう会わないって思う人とは話せるんですよ。でもコミュ障だから、まあそこから先はてんてんてんって感じなんですけど、その本当になんか私だとさ、先輩とかに話しかけられたらすごい人見知りしちゃうから、
コミュ障なんだけど、コミュ障はまあ置いといて、人見知りするからなんか声が出なくなるみたいな現象が起きて詰まっちゃうみたいななるんだけど、そういうことはないんですよ。それもう会わないだろうって思う人とは。そうそうそう、感じ。文面で仲良くなった人だったら初対面でも人見知りにはならない。すごいね。私は無理だな。なんか LINE してる時の自分と、あ、違う、 LINE してる時と会った時だと全然近く感じちゃうから。そう、だから LINE ではめっちゃ話してくれるのにっていうのはよくある。私あるある。話し方で人見知りない、誰に、ファンの人には人見知りしないよ。だってそういう、まあ前も言ったけど、ファンの方々とかお話し会、握手会に来てくれる人たちって私と話すために来てるから。そう、私の人見知りはなんかわざわざ、いや私と話して今いいのみたいな感じのものも含まれてるから。そうそうそう、私と話すより他の人と話した方がいいんじゃないとか思ったりもするタイプも入ってる、含まれてるので、まあそれはあんまり考えてないですけど最近は、まあ含まれてるので、まあ第一に、なんていうの、私に話してきてくれてるっていうものがあったから大丈夫です。LINE 苦手で実際に会ったら喋る、だって、そっちの方がいいですよね。絵文字はね使いますね割と。だって文章って誤解されちゃうから、誤解されやすいじゃないですか、やっぱり会って話すとかというよりは。だからやっぱり絵文字って大事だなとは思いますね。まあでも絵文字使わない方が自分的には好きなんですけど、まあ、絵文字使った方が伝わりやすいと思います。無言な人たまにいますよ。そう、お話し会とか握手会とか。LINE ではめちゃめちゃ話すけど会うと話せない。いやそれ私と同じですね。握手会静かなお客さんみたいな話どう始めるの。だって、その時出てきた言葉を言います。なんか好きな食べ物はとか。とりあえず質問してみる。なんか何でも、なんで来てくれたんですかとか、まあ何でもですね。同じか、緊張してるから苦手。そう、まあ私も、まあ、ショールームとかコメントはよくできるけど、握手会とかになると一言ぐらいしか話せないみたいな、ファンでした。そうそう、私もそっちタイプなので。まあでも緊張で話せなくなるとかは私もだから仕方がないことだし、わかるので全然大丈夫なんですけど、気にしないでください。でも全然喋れるのに何も考えてないっていうのはやめてください。なんか考えてって思いますね。でもまあお話目的で来るのか、まあただ単に何でもいいから話したい、会いたい目的で来るのかにもよるんですけど、まあ話題考えてきてくれた方が多分メンバー全員嬉しい。うん、まあ、考えてきてないって笑って言ってきたら何話すって言って終わるかも。何話すって言いながら、ああ時間だってなるよ多分。ショールームとか75が一番楽。いや、うん、楽なのはね、楽だよね。でも私はどちらかというと会いたい
ていう感情で言ってたから、まあそういう人の気持ちもわかります。私は本当にそっちタイプだったので、話すの苦手だしっていう、だから基本まとめ出しはしてなかったですね。そうそう、会いに行くっていう目的でした。わかる、その場で飛ぶよね。そうそう、セナは楽に似てる、だって私楽に似てる。確かにお話がよく見えないね、 あの洋服。うん、まあ自分がそうまとめ出しとかループは別にお好きなようにって感じ。そう、どっちのが好きとかはないですね、私は。うん、いや本人目の前にすると忘れる、わかる。そうするとさ、可愛いとかしか出てこないよね。セナもそうでしたよ。あとお話したい、ぜひぜひ。握手会は私服ですね。カワウソ、え、カワウソのが可愛いじゃん、いいね、いいね。リス、ショールームとか755で言い過ぎてネタなくなる。それはそれは分からん。お、天使ルート出た。え、今私出るの、またまた出る期間になったの、天使になった。サイレントで喜んでた、かわいい。再登場なんだ。私さ、なんか期間4月3日とかじゃなかったっけ、もう出てるんだ。なんか分かんないですね、どこを見たら分かるか分からないですね。5月はお話し会ある？ないよ。4月だよ。初握手の時全体的に小さくて可愛すぎて同じ人間とは思いませんでした。ね、やっぱり握手会とかだとサイズ感とかもね、分かりますもんね。そうだよね。お話し会は、え、スマホですね。パソコンでできるんですかね、分かんない。それは、え、知ってる人いますか。パソコン持ってないしな、私そもそも。できないんだ、スマホなんだね。パソコンではできない、ありがとう。
身長147です。そうなんか初めましてって、え座ってるって聞かれて、いや座ってないしって思って座ってると思われるぐらいそう146.5、いやわかんない、伸びてるかも5ミリぐらい、いやなんか伸びちゃったかもしれなくてちょっと怖いから測れたんけど、なんかそう、なんか私普通に147節あるんですよ、 146.5 じゃなくて、だから7って言ってるんだけど、私的には 146.5 の方がいいなって感じなぜ好きになったの、髪染めないの、いつかは染めますけど染める予定はないです。そうまあそう、何センチ聞かれたら147って言うけど、146.5っていうことの方が多いかもな。ちょっと待って、立ってやってたんだな、立ってやってたわ、座るなんてね、私一部なのに座るなんてありえないからねなんさ、全フル部数の方が座ってたならまだねいいんですけど、いや一部の人に座ってんなって思うよね、普通に考えて。まあ立った方が入れやすいっていうのもあるんですけど、名前誰がつけてくる、両親です。そうたくさんみんなね当選してるみたいで嬉しいの、ほら入ったよ、もう入ってますけど、毎日入ってる、もう入ってると思っててください。こんばんは。もうお昼が多いですよね。夜2人とかなイメージ。直接ある世界線。本当に全く帰宅したらすぐ入る、うん、ほぼ、まあ、今日はどこにも行ってないですけど、大して活動はなかったですね。
お仕事は。昼公演亀手が組めそう。いや本当？亀手込んじゃう？話しかけさせました。ありがとうございます。スーパーに買い物行ったりするのはもちろん。するよ。頭痛くない？大丈夫？本当に頭痛いの？無理やり休みにしてもらった。あらごめんね。ファレーターとか送って読んでくれるよ。もちろんだよ、もちろんだよ。待ってます。ない時もあるので。ない時もあるので、たまに寂しいから待ってる。送りたいと思ったら送って。あ、よく当たりました。おめでとうございます。救急車呼びだ。お返しいつもの。オペどうかしたの？別に特になんともないけど。字汚いけど、うん、いいんだよ、いいんだよ。どんだけ車の中で書いても全然大丈夫で、読むからちゃんと。車で書いてこんなガタガタガタって揺れてガタガタガタってなっても大丈夫だよ。ワンショットは縦画面、ツーショットだけですね、横画面は。うん、なんか痛いんだけど骨が。メンバーのエイプリルフールの中で印象に残ったエピソードあったから。何？わかんない。メンバーのエイプリルフールとはあまり記憶にないですね。予定なくなった、悲しい。恥ずかしい。だっていや、そんな大丈夫ですよね。字が汚いとか、なんかみんなが思ってるほど多分みんな気にしてないですよ。心が困ってるから、うん、全然そのなんて印刷したのでも全然なんていうの、もうその人が考えて自分の気持ちを書いてなんていうの、私に届けてくれたっていうこと自体が嬉しいから。ハングルでお手紙書いて、できるのかな。でも頑張ってみようとは多分試みると思う。全然知らない。プロフィール写真だって全然知らない。手紙ネタって何？全然知らない。今日誰のエプリルフールみたいな、なんかセイナさんの今日はオールしますしかちょっといい頭にないんだ。一番最初に見たそれ、だってもう日付変わってすぐでしたもんね。それしか覚えてないな。あとキアラさんがそのキアラさんがその飼ってるワンちゃんになってた、午前中だけ。それはね、お前覚えてる。めっちゃびっくりした。え、これ誰と思って。え、こ
こ、え、間違えてフォローしちゃったかなと思ってプロフィール見たら、なんだキアラさんかと思って、そうめっちゃびっくりした。一番、そうだね、一番びっくりしたのはキアラさんですね。あとモゲさんは毎年ゴリラの写真にしてないですか。午前中の、そうエイプリルフールは午前中なんですよ。午後はネタバラシとか、そう、そう嘘だよっていう時間なんですって。まあ、正式にはまあ別にそんなあんまり、まあみんな、そう、まあそういう事実があるから、そういうのを気にするタイプの人と気にしないタイプの人がいるので、そう、まあだったら気にしとこうと思ってそう、なんか午後は嘘ついちゃいけないんだよとか言われたら負けな気がしてるから、私だから私は自分から言いますセラタン嘘ついたよ、サッキーさんに。でもサッキーさんにしか嘘ついてない。サンタクロースに選ばれたやつ、あ、待って、なんか見た気がするけど、見てない気が、見た気はするけど、なんか手紙の写真は見えたけど、なんか文章読んでない。去年名前書いてフォロー減ったし、いや減っちゃう、そう怖っ。そう、なんかエイプリルフールでついた嘘は1年間本当にならないみたいな、みんな言ってたじゃん、みんなっていうか誰かがショールームでコメントしてくれたじゃん。だからそれをサッキーさんに言ったんですよ。でも受け取り方によっては本当にならないってどういうことだってなるかな。いや、ならないか、めっちゃ気にしちゃう神奈川県民みんな見てるの、え、私は見てないですけど、ちっちゃい頃から見てましたとかじゃない、全然なんか初めて知りました。やけになって、なん、やけになっちゃダメよ そう本当だから、そうなんだよね。だから私トマト好きって言ってたんですけど本当は嫌いなんですよって言ったら、1年間ずっとトマトのことは大好きっていう。っていう意味だよね。僕のやつも毎節あるだよね。だってまあ全公演あるでしょう、私は知りませんけど。だってさ、センシュアリティさん公演の時もありましたし、まあ、他でなかったらおかしいよね逆に。トマト好きです。私ともなんかちっちゃい子が、まあ、嫌いな人がさ多そうなトマトとかナス、ピーマンが好きなんです。野菜の中でトップ3。そう、僕たちは何の曲で再現を振るなんてびっくりして言いそうになっちゃうじゃんね。何かの曲です。言っちゃダメでしょ、だって明日分かると思います。明日ですよね。
兄弟いるよ。出るときは匂わせ、うん、するけど、多分出ない。だって言われてないんだ。もう出ないでしょ。油断してる？びっくり。金木犀金木犀でさ、ペンライト使ってた、面白い。でで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 でじわじわくるまあ何でしょうか、お楽しみに。まあ明日の前説ちゃんが説明してくれるでしょう。簡単でいいんじゃない。だって私金木犀、私あのまあサビはまあ割とすぐ覚えれたけど、あの A メロとか B メロとか意外と難しいんで、はい、金木犀意外と難しいです。時間かかりましたね。トマト食べて中身ビューって飛ばしてた。え、待って、そのとそれさ、たまにある、たまにあるっていうか、小さい、ちっちゃい、ちっちゃい頃、そう、最近はまだトマト食べてないからないんだけど、じゃあね、ちゃん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 。僕のやつってウェーブとかあるのかな、私知らないけど、あんのかな。ああ、金木犀ポジションによっては関数で速いか聞かれないね。なんかいろんな、そうね、あるね。でも全体的に速いんじゃないかな。なんか金木犀油断してたら関数でいきなり来るからびっくりしますよね。私そう、レッスン16人バージョンの時にね、レッスン受けた時に超むずいじゃんと思ってえ、そうそうそう、びっくりしました。ウェブって手綱だけじゃないよ。あ、手綱ってウェブあったか、忘れてた。あの目撃者にもありますし、うん、いやなんか不安だな、やっぱり初日は。最後にトマトは飲んだのあいつだろ、うん、23時になって終わります。幸せな日々続くわけじゃない、ちょっと雲の日だってやってくるよ、まだ誰でもそんな強くないため に、 友達がセナちゃんを応援するのって楽しそうって言ってくれて嬉しかった。嬉しい、楽しそうに応援してくれてて嬉しいリップ塗ったらどう落とすの。落とさないです。落とさずに保湿リップを上から塗るっていう。落とさないっていうか、まあティッシュオフはしますけど、あのクレンジングとかはしないです。わざわざめんどくさいので。恋人になる選手権だって。
テン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 あ、桜が降ってきた。桜の花びらたちが咲く頃。でん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 。振り簡単だって。今日続いた。うん、一回だけ。一回有利に会えるじゃん。うん。公園で踊ってる姿めっちゃ可愛いし輝いてた。ありがとう。嬉しい。嬉しいな。さっきと有利いるからその絵の絡みにも注目してなったって。うん、絡みあるのかな。なんだろう、わかんない。その日一日で喋んないかもしれない。同じ好きだから手振りだけ覚えたらすごくない？手振りだけ覚えるのでもすごいと思う。うん足が追いついてこない。手振りだけ覚えたらいいからね。撮影の時両サイドがほっぺつまれないかなって、そういうポーズにはちょっとなってほしくないですね。じゃあてか私初だからさ、セナさん気持ちよとかなると思う？どうする？ポーズ決めるの苦手。ピースピースとか言いそう。うん、カラオケで絶対歌う曲絶対はないな。でもカラオケ行ったら、カラオケ行く時って大体おばあちゃんと行ってるから、おばあちゃんがリクエストしてくれたりとか。でもおばあちゃんロマンスかくれんぼ好きだからロマンスかくれんぼ歌ったりするし、まあでも全然 AKB の曲しか歌わないですね。私がカラオケ行ったのも自粛、コロナ流行する前なので、すっごいもう1年以上前だからって感じなんだけど、 AKB しか歌ってなかった。後輩は可愛がってあげたりとかしないの？だって後輩がいないんですよ。同じチームにいたらさ、話す機会あるけど、同じチームにはいないですし、まあ、エイトさんにはいるんですけど、まあ、会う機会ないんですよね。と言っても、なんて言っても人見知り。また人見知りとか言ったんですけど、まあ、いいよ。やめよう。やめよう、やめよう。B と4、確かにチーム B とチーム4しか。両隣誰になる？なんで私が真ん中のさ手で進めてんの？私はなんかみんなが言ってきたら真ん中に行かざるを得ないけど、え、厳しく歌うのはそうなのよ。私もう本当にもともと私の青春だから、もう AKB しか聞いてこなかったから、 AKB しか歌えない、むしろ。うん、まあそれもどうなのかって感じなんですけど。後輩になります、待ってます。え、4人ずつ 4-4？ なんかたまにさ 3-2-3 の時もあるしさ、 4-4 の時もあるよね。僕夏はどっちタイプなんだろう。
そうね、HKT さんの私、そう、上島楓ちゃんと竹本くるみちゃんが気になるって言ってたんだけど、2人ともね、選抜にも入ってるし、昇格もしてるし、なんかすごい子たちだなと思いました。すごい子たちだって思って。一列、無理。無理やん。ハータンと一緒の公演かなりレア。うん。魔法もだけどね。323なのか。うん。予想ができる。まあそしたら、言って、その二人が言ってきたらその二人のこと手引っ張るからね。私。そう言われたらね。言われなかったらいいんですけど、全然。何もしない。縦一列だと迫力なんで私が一番後ろやばすぎ、見えないじゃん。カラオケのね、私点数採点してますよ毎回。カラオケなんかね、カラオケの機械私のことなんか好きなんですよ多分。だからね、そう点数高くしてくれんのそうでもね、全然なんかさ、いるじゃんカラオケの採点は点数高いけど聞いたら別にそんなうまく聞こえないみたいな、それ私なんですけど、うん、縦一列道連れにしますからね。でもまあ私一人道連れにする人もあるの決まってるんですけど、まあ公演を見ていただいたら多分分かると思うんですけど、決まってますけど、初出演の私が真ん中ならって感じですね。加点が出ない、え、そうなのよ、私も加点全然出ないですね。ビブラードとか全然出てないですし衣装似合うじゃん、だって衣装楽しみだね。何色になるんだろう。ピンクがいいなピンクがいいな。しゃくりはね、多分ね、もうそのままだよね。こういうさ、マークある通りさ、なんか私しゃくりが一番多いかも。採点してたらしゃくってるつもりない時にしゃくり出るから、あー、ここしゃくってんだと思って、しゃくれてるんだと思って金木犀の衣装か。金木犀の衣装ってさ、スカートの丈いろいろあるじゃないですか。それも気になるよね、どれなんだろうって。ピンクがいい。そう、なんかスカートの、スカートのふわ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 の部分がなんかピンクだったり黄色だったり、なんかまあいろんな色あると思うんだけど、ホールって何、私も出たことはあるかもだけど、なんかわかんないけど、でも出ないですね。ホールが何かもわからない、そもそも。じゃじゃ来る、いやいや。で、そうピンクが好きだからピンクがいい。誰の衣装になるって、誰の衣装になるかな。僕夏初日の16人の中の誰かってことでしょ。でもさ、一緒に出るメンバーがどの衣装を着てるかにもよるんですよね多分。それも分かんないですけど、でも大体私その生写真撮影とかしてる時にあのお借りするのは大体ミーオンさんなんですよ。もうそう、大体向井地って書いてる衣装なんですよ私。そうなのに、私願うとね着れないとか、願うとダメっていうのあるから、私多分ピンクじゃないですね。私多分ピンクじゃないですね。まあ黄色だったら、まあピンクか黄色がいいな。うん、緑多分似合わないから。
衣装が大きかったりしないだって。うん。大丈夫。まあ身長が小さいから。まあ身長が小さいからまあそのお借りする先輩の衣装にもよりますけど、まあ大体平気ですね。大体あの衣装さんが私の身長に近い、そう衣装をね出してきてくれるので、はい。納得？じゃあ終わります終わります だって今コメント止まったやんえって言われたから横の髪型、横はね2個は決めてないけど1個はもう決めたんですよ。2個目は2択で迷ってて今、まあでも昼公演のは決めましたね。あの夜公演は決めてないんです。2択でって感じ。まあ周りのメンバーを見つつって感じじゃない？うん。チャレンジまあ成功ですよね。まあ5分延長してるんだからもう。では13位つぶさおしーさん、12位デンキングさん、11位がキッチュさん、10位きなこ、9位ドラゴン Z、 8位あおこさん、7位ノリックさん、6位しんさん、5位みさきちゃん、4位豚バラパラダイスさん、3位ウルクルクセンブルクさん、2位まさきさん、1位にこしたさんです。ありがとうございました。みんな何が見たいんだろう髪型普通にね。まあでもポニーテールと、あ、なんだったっけ、片寄せ、なんだ忘れちゃった。いや何が見たいんだろう、来る方、特に来る方ツインはねしないよ、ツインはしないよ、この普通のツインはしないよ。この一旦肘ぶつけたし、悲しいよ。次はしないよ。ポニーテールはしたよ、この前。よく行きます。そうなんだよ。よく来てくれんだよ、みんなね。来てくれんだけど、昼か夜か。昼か夜か問題ね、それ。ツインテール好きなの？あら。まあ、ツインテールもしたくなったらやりますね。でも、ちょっとまだアレンジがつけたらツインテールに戻りますね、一回。振り出しに戻って。口で説明できない、なんだろう、気になる。三つ編みだって、ね、私三つ編みやってみたいと思うんだけどさ、あれって崩れないのかなっていう。私三つ編みすると大体崩れる人間なのでちょっと怖いんですよね。またゆりさんに決めてもらうの嫌だ。もういいよ、そんな決めてもらったら迷惑だよ、やめて。でもやりたい髪型はもうさ、メールにと思っててほしいはい、前節ちゃんの時ね、あれも好きなのよ。でも多分やんないね、4日には。一回それです、あの劇場立ったから。まあ前節だけど、かっこいい髪型、なるほどね。じゃあそんな感じで、逆に決めてあげるのは嫌だよ、だなんで決めなきゃいけないのっていうのは嘘でっていうのは嘘で、決めてって言われたらまあ決めますけど、決めたいですとか言わないですね。そんな迷惑な話あるかって感じだからねさっきさんに決めてもらって、さっきさん、さっきさんで何言ってくるんだろう、逆にちょっと気になる、興味あるわちょっと興味あるな、なんて言ってくるんだろう何がいいと思いますかって聞いてみようかな、今度
ブティック聞いてみてそれを採用するかわかんないけど、そうそう聞いてみたいっていう、ただ単に聞きたいだけ。まあでも昼公演はまあほぼ決まってるから、はい、夜ですね。あとは問題は そう、なんか意外とさっきじゃんで、別にじゃあストレートツインねって言ってきそうな気もするからしたら、でもそれはそれで楽しい会話ですよね。では、ギフトですね。マシュルームッチさん、つばさおしいさん、まさきさん、ドラゴン Z、しんさん、おのぴーさん、さきちゃん、にこしたさん、くまーん。この赤いパーカーを着たら白飛びします、すいません。うるくるくせんぶるくさん、やんちゃんさん、マイジャパンさん、しろたんです。ありがとうございました。嬉しい、喜んでくれてありがとう、よかった。勝手に、そう勝手に呼び方変えちゃった。ではなんかすごい、なんかね、大丈夫かないきなり不安がある。ではバイバーイ、おやすみなさい。